ドモドッソラは、イタリア共和国ピエモンテ州、ベルバーノクジオッソラ県にある都市で、その周辺地域を含む、人口約1万8000人の基礎自治体。オッソラ地方の中心都市で、県とベルバーニアに次ぎ、県内、第二の小麦人口を有する。ブリークとを結ぶシンプロントンゲゴへの交通路の、イタリア側の起点に当たる都市である。この都市にあるサクロモンテは、 世界遺産に含まれている。オッソラ地方で話される、ロンバルディア語では D メートルと呼ばれる。ドイツ語では、どうも、バリス語では D メートルの名を持つ。オッソラ地方あるいはバルドスソラに位置する。県とベルバーニアから北西約二十九キロメートル、ブリークから南東へ約三十三キロ,メートルロカルノから西へ約 38km、州都ト,トリノから 北北東へ約 125km の距離にある。ベルバーノクジオオスソラ県外略図ドモドスソラには以下の分離集落がある。ドモドスソラのサクロモンテ町を見下ろす位置にあるサクロ、モンテカルバリオとも呼ばれるは、ローマカトリック宗教施設、サクロモンテの一つで、世界遺産、ピエモンテ州とロンバルディア州のサクリ、モンティの構成物件の一つである。イタリアで用いられる通話表では、 D を、ドモドスソラの D と伝える。ドモドスソラ駅ドモドスソラ駅には、スイスとを結ぶ2路線を含め4路線は発着する。SS33 は、欧州自動車同時 E62 号線の一部に指定されている。ありがとうございます。